ジョージア軍は南北戦争の海への進軍とカロライナ方面作戦においてウィリアム・シャーマン少将の軍集団の左翼を務めた軍である。1864年に実施されたアトランタ方面作戦においてシャーマンの率いた軍集団はテネシー軍、カンバーランド軍及びオハイオ軍から構成されていた。9月のアトランタの陥落後、 シャーマン・オハイオ軍とカンバーランド軍第4軍団をジョンベルフット中将の南軍テネシー軍の残存部隊への対処のために北方に派遣した。11月、シャーマンはカンバーランド軍の第14軍団と第20軍団からなるジョージア軍を組織した。この新たに組織された軍の司令官には第20軍団長であったヘンリー・ W ・スローカム少将が就任した。 ジョージア軍は、シャーマンの海への進軍で変欲を務めた。第15軍団と第17軍団で構成される、オリバー・オー・ハワードが指揮するテネシー軍がもう変欲を、務めた。海への進軍において、ジョージア軍は、戦闘にはほとんど加わらなかったが、カロライナ方面作戦のアベラスバラの戦いに参戦し、ベントンビルの戦いでは主力を務めた。軍司令官、スローカム少に、 テネシー軍及びオハヨ軍が参加。ありがとうございます。